皆さんお疲れ様です。今日、今まだ、1月24日月曜日午前中なんですけど、朝会社に出勤して、うちの会社、今、事務所の中に、営業は入れないという会社になってます。じゃあどうやってデスクワークするのかっていうと、営業者の中、車の中で、事務仕事をしてくださいと、まあ、コロナ対策で、まあ、在宅ワーク、ではなく営業者内ワークというわけのわかんない、システムを取ってますが、で、まあ、いつも通り、パソコン、ノートパソコンを立ち上げて、メールチェック、印刷物のプリントアウト等を、行ったんですが、まあ、結論から言うとプリンターに接続できず、まあ、インターネットはなんとかギリギリつながるかなですが、メールの送受信もかなり怪しい状態、まあ、当然有線接続できないので、Wi-Fi無線で、接続という形なんですけど、まあ我々営業は、まあまあ、コロナ対策ということで、事務所に入らないでね、会社に入らないでねっていうことなんですけど、まあ、それ以外の、方々、いわゆる事務所の事務員とか、総務、あとまあ役員ですね、そういった人たちは、まあ、特例ではないですけど会社に入って仕事をしてくださいという形なんですけど、まあ、その方たちも、印刷もできず、まあ、同じ状況という、まあ、完全に会社として崩壊してしまっている状態、まあ、コロナだからって言えば、まあ、それで終わってしまうんですが、まあ、どうなのかなっていう、まあ営業は外で仕事をしてくるのが、まあ世の中の基本っていうところなので、まあ今からしょうがないからお客さんのところで、順番を変えて、事務仕事が先じゃなくて営業行動を先にという形で動くんですけど、本当は優先順位、書類の印刷、顧客提出っていうところが、優先だったんですが、なぜかそれが逆転してしまう、当然提出期限が、遅れる、納期遅れ、顧客満足度は、高まらないっていう、まあ、負のスパイラル、まあサラリーマンなんで私の会社じゃないからまあいいんですけど、どうなのかなっていう、気持ちでいます。まあ、話変わりますけど、年度末、これから1月2月3月今も、画像に映りましたけど、道路工事、これが、まあ、例年ですけど1月2月3月年度末に、工期を終えるっていう工事が、多発することで道路が渋滞すると、まあ、普段だと今通った道もまあまあ交通量が多いんで、信号1回じゃ、通れないねっていう形なんですけど、まあ、この感じだと1回で通れちゃうねっていう、まあ、いつもの交通量の半分ぐらいのイメージかなっていうところですけど、まあこれもコロナの影響で交通量が、減ってる証かなと、まあ、道路工事、まあ、公共事業なので税金から、工事代金が支払われて工事を、彼らは行ってるんですけど、まあ安泰といえば安泰ですけど、まあ、かなり過酷な仕事なので、まあ、それに見合った賃金が国から、いただけてるんであれば、まあ、安泰な仕事かなとは思いますが、
なり手がやっぱりいないですよね。若手、まあ過酷な仕事ほど若手の人材っていうのが、不足してる。まあ日本はただでさえ高齢化っていうところで、まあ人手不足っていうことと、まああとこれからまあ世の中で言われてる、貧富の差っていうのも激しくなってくる。まあ年寄りが金持ちっていうわけではないけれども、まあ言葉悪いですけど真面目にやってる人間がバカを見る時代になってくんじゃないのかなっていうのは個人的に思ってます。手に職があれば、高い給料高い賃金をいただけてっていうのがまあ本来なんですけど、まず仕事がない、まあ仕事は自分で作るもんだとかっていう昔若い頃言われてきましたけど、それはまあサラリーマン真面目に働きましょうっていう会社のために頑張りますっていうスタンスであればまあ通用する話かなと思うんですけど、今の時代真面目に会社で働いて毎年給料が右肩上がりに上がってくって方、まあそんなにはいないのかなって思います。もともと大手企業に入社してれば、まあ、月収年収っていうのは、中小企業に比べれば恵まれてるのかなとは思いますけど、でも実際今私も含め一般的な平均年収が400万ちょっとぐらい、これが高いのか安いのかって考えると物価が上がってってる世の中、それを考えた時に贅沢はもうできないのかな。昔ワンコインランチっていうのがまあ流行ったという話じゃないですけど当たり前だった頃はちょっと前にありましたけど、今って吉野家の牛丼を普通に大盛り食べようと思ったらもうワンコインじゃ食べれないんですよね。当然今右手にありますけどチェーン店のラーメン屋さん、普通に並盛りのラーメンを頼んでも500円では食べれない。まあ下手すると何かしらのセットをつければもう税込み1000円近くまで行ってしまうっていう、一食ランチをするだけで 1.5 倍から極端な言い方すれば2倍の、食事代がかかる。だけれども我々サラリーマンの給料は、1.5 倍にも2倍にもなってないっていう状況。まあこの先下がる見込みはないと思えばどうしたらいいのか。会社は賃金は上げない、物価は上がっていく。どうやって生涯年収を上げるか、まあそういう悩みを抱えた状態で私が出した結論はYouTuber になって、いくらかでも収入を増やせないか。だけどスキルはない。まあ、職業から営業をやってるんで、お客さんからの情報、業界の情報、あとは内勤じゃないのでこうやって外に出て世の中を直接じゃないですけど見渡すことができるっていう環境、そう思うと内勤の方たちに比べれば世の中の、景気であったり、人の流れであったり、まあ、あと、まあ、流行りですかねとかそういったところも見えてきやすい分、まあ、そういったことを、まあ、同じ営業の方、同じサラリーマンである方へ向けて
情報発信ができればなって思って、動画を撮ってます。まあいいことがあったらそれもご紹介していきますし、悪いこともご紹介していこうと、そんな感じで、1月24日月曜日午前中、営業行ってきます。